ありがとうございます。ギターを弾いて歌う人、君島大輔です。今回はサウンドハウスさんで売ってるプレイティックっていうメーカーのアコースティックギターなんですけど、ちょっと前の生配信でこのギターをプレゼント企画としてですね、1名の方にプレゼントっていうのをやったんですけど、このギターの弦をチューニングするこのペグっていう部分が壊れちゃってて、ちょっとこのままね、送るわけにもいかないんで、今回の動画はペグをですね、交換してきちんと弦も張り替えるっていうところを、皆様にね、お見せできたらなと思いますので、最後まで見ていただけたらと思います。ペグを交換するにあたってギターの弦が邪魔なんで、全部外していきたいと思います。こんな感じでグリ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 回しながら弦を緩めていって、まあ、こんな感じでどんどん外していきましょう。まあ、アコースティックギターの弦って鉄でできてるんで、ある程度ね、貼っていくと黒ずんで錆びてくるんですよ。なんでこう定期的に交換していった方が綺麗な音も出るし、チューニングも安定するんで、こう綺麗な音が鳴るようにね、してあげた方が楽しく弾けると思います。こんな感じでペグに巻いてある弦が外れたんで、次はエンドピンの方外していきたいと思います。エンドピンの方なんですけど、なんかこうエンドピンを外す専用の道具があるんですよ。僕はこれ使ってるんですけど、まあ、概要欄の方に URL 貼っておこうと思うんですけど、まあ、これをエンドピンの方にこうはめて、こう引っ張るだけで綺麗に取れるっていう。これゴムっぽい素材でできてるんで、こうボディとかブリッジをこう傷つける心配がないんですよね。しかもこうテコの原理で簡単に抜けていくので、これ割とおすすめ。そんな高くなかったと思うんですよね。1000円しなかったと思うんで、まあ1個持ってると楽っすね。こうエンドピンも傷つける心配がないので、ペンチとかでね、こう引っ張るのもいいんですけど、ペンチの跡ついちゃったりとかするじゃないですか。なんかそういうのって、まあ近くで見ないと分かんないですけど、ちょっと気になる人もいると思うんで、使ってみたらいいと思います。というわけで全部エンドピンが取れたので、まあ一気に引っこ抜いてしまいましょう。取ってね、使わなくなった弦は燃えないゴミとして出してください。まあ丸めちゃってもいいし、細かく切っちゃってもいいと思います。こんな感じ。全部弦が外れたんで、次はペグを外していきます。ペグってよく見たらわかると思うんですけど、まあネジで止まってるだけなんで、全部ドライバーで取っていっちゃいます。ドライバーでグリグリしていきましょう。グリグリグリっとね。プレイテックについてるペグは、ネジが2つついてたんで、まあこれで取っちゃえばもうスポーンと抜けちゃいます。ペグの中身ってあんま見たことないと思うんですけど、なんかちょっとブリキっぽい感じになってて、ここを回すと、まあ、この中のこの真ん中の丸い部分も回ってチューニングができるみたいな、そんな仕組みになってます。噛み合ってる部分なんですけど、ここが金属劣化とかで壊れちゃったりするんですよ。そうなってくるとペグが回らなくなっちゃうんで、チューニングできなくなっちゃったりするんで、その時はもう交換です。こんな感じで、全部取ることができました。まあ表の方もね、なんかこう金属残ってるんですけど、これも取っちゃいます。この表のものに関しては、後ろから押しちゃえばポンとねこんな感じで、取れちゃいますんで、6個全部外していきます。ギーナの部分も全部外し終わりました。後ろの部分も全部外し終わりました。このサウンドハウスで買ったペグなんですけど、プレイテックのこの前とね同じ形のペグだっていうので、これを今回は、つけていこうと思います。よいしょ。まあこんな感じ、なんか綺麗でいいっすね。こうせっかくねプレゼントするものなので、壊れてたペグは1箇所だけだったんですけど、まあ、今回ねもう6個全部新しいものに交換したいと思います。ネジ穴とペグのねこの穴を合わせてやっていきたいと思います。入れていきます。せっかく全部新しくなるんで、ネジも新しくやっていっちゃいましょう。こんな感じでくっついたので、他の穴もペグをつけていきたいと思います。全部くっつけ終わりました。表の方も隙間が空いてるんで、ここにベッドかぶせていきましょう。こんな感じ。最後にギターの弦を張って終わりにしましょう。ペグと、ギターの弦の張り替えが終わったので、チューニングして
このペグがちゃんと使えるのか最後に確認して終わりにしたいと思います。きっちりちゃんとチューニングできるっぽいですね。無事ペグも交換して、でチューニングもね狂わずにちゃんとしたギターになったので、これをですねプレゼント企画で当たった方のもとにお送りしたいと思います。ぜひ届いた際にはですね可愛がっていただけたらと思います。でそんなわけで今回の動画は壊れたペグをどうやって交換するかっていうのをですね、このプレゼント企画のギターの修理を兼ねてちょっと撮ってみました。参考になっていただければ幸いです。それでは次の動画でまたお会いしましょう。ギターを弾いて歌う人、君島大輔でした。ありがとうございます。